さて今日はですね、あれですよ、あれ、シャオミの14ウルトラ、ちょっと待って、置いてきちゃった。これこれこれ、このシャオミ14ウルトラで、今日はね、作例を撮っていこうと思うんですが、今日はなんとですね、僕のチャンネル初のコラボ会でございます。というわけで、あちらに、どうも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 、モノグラフの堀口と申します。よろしくお願いします。今日はあのカフェラテの撮影の極意を伝授していただけるということ。そう、僕といえばカフェラテ、カフェラテといえば僕なので。ごめんね、カフェラテいじっちゃって。こういった感じで、今日はね、ここ中目黒のカフェをちょっと今借りてるんで、ここで室内撮りをまず最初に試して、でその後街歩きしながらね、いろいろと撮っていこうかなと思いますんで、まずはちょっとこのシャオミ14ウルトラの、まあ、スペックとかをね、紹介しつつ、その後、いろいろと作例を見ていきたいなというふうに思います。ではやっていきましょう。はい、というわけでこの後ね、モノグラフの堀口くんとこのシャオミ14ウルトラを使ったカフェラテ撮影の極意っていうのを教えてもらいつつ、僕もポートレート写真やポートレート動画っていうのをね、僕のスタイルを彼に伝授してきた作例とビハインドザシーンをね、ご覧いただければなというふうに思うんですが、その前にね、ちょっと簡単にやっぱりスペックの方もね、しっかりと見ていきたいなというふうに思います。基本スペックは最新世代の CPU スナップドラゴン8 Gen 3のモバイルプラットフォームを搭載してて、メインメモリーは 16GB、 ストレージ容量は 512GB となってます。 6.73 インチの有機 EL ディスプレイは解像度が 1440×320 ピクセルの WQHD プラスとなっていて、可変 120fps のリフレッシュレートで、ピークフィドがなんとね、3000ニットもあります。ハイエンドスマホとして基本性能だけ見ても非常に高いスペックを備えてます。ただね、1点残念なのが、まあ、これグローバル版なのでフェリカは非搭載ということなのでね、まあ、必要な方はフェリカ対応の、まあ、スマートウォッチとかでね、まあ、代替する必要があるかなというふうに思います。で、シャオミ14ウルトラといえばやっぱりね、カメラがすごい。カメラマンの憧れ、ライカズミルクスの光学レンズシステムが採用されていて、全てのカメラが5000万画素のハイエンドセンサーを搭載してます。でさらに 23mm のメインカメラのセンサーサイズは1インチとなっていて、しかも絞りは可変式で、開放は F1.63 から撮影できるので、近接撮影ではね、ライカのまあこのズミルクスと相まって、スマホとは本当思えない自然なね、ボケを得ることができます。ちょっと寄れば結構ね、うん、これは完全にその疑似的なボケじゃなくて、本当に光学的なボケを得られるので、うんうんうん、ちょっとね、寄ってみても、うん、しっかり寄って、そうそうそう、しっかり寄って撮るっていうのも結構いいかなと思います。うん、まあ、広角やっぱでも難しいけど、広角のポートレートが上手くなったら一人前な気がする。確かに寄った方がいいですね。いやでもなんか寄るの緊張するな、なんか。おー、いいじゃん、この感じは。あ、でもすごいなあ。あ、いいな。せっかくだったらモデルにチャレンジしたら、逆に、うん、モデル、俺と撮るから。そのちょっとこう目が見えない感じかっこいいね。目が見えない感じ、男前だからさ。でも撮るより確かに撮られる方が全然緊張するわ。ちょっとね、いや今日はモデルが2人もいる。さらに暗所での撮影も14段のダイナミックレンジとなっているので、ノイズも少なく、ハイライトやシャドウの階調もね、すごく滑らかに撮影することができます。だから他の多分スマートフォンに比べて暗所がやっぱりすごい綺麗に出るから、例えばそのこういうちょっと暗いところで光入れてって言った時に、この下の部分はすごい暗いんだけど、そこにノイズが乗っちゃったりするところが、こういったと多分乗らないんで、うわ、いい感じに撮れた気がする。いけます。うん、あれ、あー、いい、いい、あ、いい、あ、ぽい、てかもうほぼ僕と一緒。え、しかも結構やっぱ綺麗だな、この下のところの陰影感がめちゃめちゃよく出てる気がする。スマートフォンのカメラってメインカメラはね、各社とも結構力を入れてるんですけれども、望遠カメラはというと、
まあっていうことが結構多いんですけどね、このシャオミね、望遠もすごいんですよ。小さいものとかこう、まあ、人もそうなんですけど、単体を撮ることに関して言うと、僕はねやっぱりこれね望遠使った方がいいと思います。そんな感じでグッとね寄ります。でこのね望遠レンズの実力がねすごくね高いんですよ、このシャオミのスマホというのが。まあ、ちょっとね影で撮影するとき恥ずかしいんですけど、自分の席からこう撮ってあのこうやって離れて僕といつもこうやって撮ってるんですけど、結構ね勇気はいるんですけど、まあ、離れれば離れた方が、そして離れてこのね写真でこうやって寄った方がよりですねこういい写真が、作品っぽいね写真が撮れるので、僕はねいいと思います。で恥ずかしがらずに、この被写体から頑張って離れる。離れる。頑張って離れるね。離れて望遠で撮る。わあでもやっぱさすが奥沢さんだともう本当ねめちゃめちゃいいカフェラテを撮る。でこのフォトグラフィーキットを使って持って撮影してると、これねもう本当ねスマートフォンってことをね完全に忘れられるので、なんかこう写真への向き合い方がもっとこう前のめりになる感じがしますね。疑似シャッター音がねこんな感じで。とまあ結構ね大きめではあるんですけど、これがねまた撮ってる気持ちいいんですよね。シャッター音がでかいとさありがたいでしょ。あーなるほど。モデルさん撮るときとこうやっぱりワンシャッターごとにちょっと表情とかをなるほどね変えたりしてね聞こえた方がいいんだ。そう。これポートレートのときは何を意識して撮ってるんですか。僕は基本的にはその構図がまあやっぱり大事かなと思ってて、まあ例えばここの3分割でここにモデルさんの顔を置いて、なおかつこっちからぐーっとさらにそこにこう線が伸びてて、この2つのね線が交差するように交差するような感じとか。あー確かに。そうやってもめちゃめちゃ収まりがいい。さてそしたらカフェでの撮影が終わったので、次は街歩きしながらねちょっと撮っていきたいなと思います。なはなはしてね、なはなはで伝わんない伝わらないかもしゃいか。目黒川の方行きますか。どっちでもいいですね。右側の方が、うん、なんかカフェとかお店が多い、で左の方が人が少ない。あじゃあ人少ない方行こう。とりあえず、まあ、少しこういう木漏れ日とかがあって綺麗なんで、まあ、ちょっとこの木漏れ日を使いつつここで写真撮っていこうかなと思います。はい、はい、では屋外ではポートレートモードを使って作例も撮ってみました。フォトグラフィーキットにソフトフィルターをつけているので、日中でも光をこう柔らかい感じに撮れるのはねすごくありがたいですね。でボケ感も非常に綺麗で、人物とこう背景の境目の処理も自然で、まあ、シチュエーションによってね得意不得意はあるんですけど、まあ、でも髪の毛周りを見ても結構ね綺麗に処理できてるかなと思います。この葉っぱの隙間から漏れてるこの光の感じ、これもねすごく自然ですよね。動画撮影はビデオモード、映画モード、プロモードの3つから選んで撮影することができます。ビデオモードは、まあ、最もシンプルに 4K なら最大 120fps、8K なら 30fps での撮影ができます。インカメラを使えるのもビデオモードだけですね。画質もインカメラにしてはね非常に綺麗だと思います。ビューティー系のエフェクトがね、まあ、盛りだくさんなので、ちょっとしたねショート動画なんかを撮るにも非常に手軽かなというふうに思います。ゆで卵みたいになってるで映画モードがすごくて、これね背景ボケはもちろんなんですけど、すごいのがモーションブラーをねソフトウェアでエミュレートしてくれるので、 ND フィルターをつけなくても滑らかな映像が撮れるんですよ。まあフォトグラフィーキットに、まあ、フィルターがつけられるとはいえね、気軽にシネマチックな映像が撮りたい人にはこの映画モードはおすすめです。そしたらねちょっとここで堀口君が B ロールをあんまり撮ったことがないということなんで、はい、まあ、動画のねなんかちょっとこうイントロとか、まあ、ちょっとしたところで挟める B ロールを堀口君に撮ってもらおうかなと教えてほしい思うんで、それをやっていきましょうか。はい、はい、よーいアクション。はいカット。はい
じゃあいきます、よーいアクション。いや大変でしょ、どう大変大変、普段こんなに角取んないからこんなにやんのかと思って。分かった分かった、動画系の人たちの苦労が、苦労分かった、大変なんですよ。この ND とかをちゃんと付け替えてやってるの偉いなと思いました、マジで。今のつないで10秒、うん、15秒、はいはい、なんかちょっと B ロールかオープニングなのかに入れる、うん、なるほど。もう30分ぐらい撮ってましたけど、それが10秒に凝縮されるんですよ、ね、でもそれも映画モードで撮れば、うん、なんか特別な機材とかを使わなくても、まあ今みたいにちょっとした5秒ぐらいのカットをもうつないで、うん、あとはもう編集でくっつけるだけで多分それっぽくなってると思うので、うんうんうん、はい、じゃあ完成したものがこちら。他にも映画モードではスマート構図っていうカメラをね、三脚とかに置いて動かさなくても被写体を追いかけてくれる機能だったり、あとは自動ズームっていうね、まあ、こうぐーっとこう被写体にこう滑らかにズームしていく機能なんかも使うことができます。まあ、いろんなね機能が盛りだくさんなんですけど、ただこの映画モードの解像度はフル HD 固定となってます。で 4K とか 8K でシネマチックな撮影をしたい場合はプロモードを使えばカメラのシャッタースピードや絞りなどをマニュアルで撮影することもできますし、10ビットのログ撮影が可能なので、まあ、自分でねこうカラーグレーディングをしてその自分の世界観を出したいなんていう人にはこれおすすめです。ただ今回ね 4K120fps で、まあ、ちょっと撮影してみたんですけれども、なぜかね記録された映像のフレームレートが、まあ、50fps とか、まあ、98fps になってるなんてことがあったんですよね。でこれに関してはちょっとなんか僕が設定ミスってたのかもしれないんですけど、今ねちょっとこうシャオミさんに問い合わせてるので、これはもう判明次第ね、あの動画のコメント欄で報告できればなと思います。どう、欲しくなった？欲しい欲しい。よし、はい、はい、というわけで、すみません、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやどうしたか、今日いろいろこれで撮影してみて。いやでもね、やっぱりね身軽だったし、なんかこんなに軽いのにこんないい写真撮れちゃうんだっていうので結構びっくりしました。動画もチャレンジしたしね。そう、あの B ロール教えてもらったんですけど大変でしょ。いやね、あのね30秒とかのカットにあれだけ時間かけてるんだっていうのを知ってちょっとあの反省しました普段でも本来はね、うん、あれをもっとでかい機材で撮ってるわけ。そうですよね、ジンバル付きのデカカメラとかで、デカカメラで撮ってるわけよ。でもこれだったらその、まあ、今回写真も動画も試してみたんだけど、うん、特にねこの映画モード、うん、クオリティがめちゃめちゃ高いんですよ、ね、かなりいいですよ ね、かなりそれっぽいものが、まあ、撮れるので、プロフェッショナルのカメラの代わりになるとまではもちろん言わないけれども、うんうん、ただ、まあ、Vlog 用の、まあ、そういった小型カメラの代わりになるんで、うんうん、すごいいいかなと思いました。いやそうですね、なんかもうちょっと出っ張ってるカメラだよこれそうなんですよね、もうほぼカメラなんですよね。カメラカメラカメラ、いでたちはもう完全にカメラ。でもねこれさ外しちゃえば普通のスマホとしても使えるから、このねなんかね機動力いいですよね、うん、あポッケに入るのでかい。ポッケはね、ポッケに入れるのはちょっとでかいけどね、うんうん、というわけで、まあ、今回僕初コラボということで、ね、まさかの、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひあの堀口くんのチャンネルの方では、カフェでね、あの美味しいカフェラテの美味しそうに見えるカフェラテの撮り方をあのいろいろ伝授してもらったので、はい、そちらの方もぜひチェックしていただければなというふうに思います。見に来てください、はい、というわけで、本日の動画は以上となります、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバ